台風の防災パンフレットを作った小林明日香と森泉です。私たちは説明と備えと避難場所と感想を発表します。まず台風について説明します。日本は台風がよく発生する国です。1年間に平均 26.4 個の台風が発生し、 0.5 個の台風が日本に接近します。東京湾、伊勢湾、大阪湾には観察ゼロの地域が広がっており、人口も多いため被害が大きくなる可能性が高いです。文字を含む時半さんの思いかどうかですみだ。東京湾、伊勢湾、大阪湾で、ね、平和の名へ地を引っ張っている一方、インドの満期때문에비가커질가능성이높습니다。次に備えについて説明します。台風は事前に予測ができる災害なので、事前準備が大変重要です。最初に避難所と避難経路を確認してください。家族と話し合い、学校や公園などの避難所を確認してください。そして避難経路は昼と夜で違います。電気が通らなくなったりするので、事前に確認しておいてください。次に家の外でできる対策をしてください。窓、雨戸はしっかり閉めるなどをし、ゴミ箱や植木鉢、物干し竿など飛ばされやすいものは家に収納するなどしてください。次に防災タイムラインについて説明します。まず防災タイムラインとは、災害の発生を前提に防災関係機関が連携しして災害時に発生する状況を定め、想定し共有した上で、いつ誰が何をするかに着目して、防災行動とその実践主体を時系列で整理した計画です。防災タイムラインを作ったりして、家族と話し合って制作してください。最後に防災グッズです。水、すぐに食べれる食料品、懐中電灯、手回しラジオ、ヘルメット、いつも飲んでる薬など、家から離れてもある程度困らないように準備しておいてください。다음으로사전준비에대한설명을하도록하겠습니다. 대부분사전에예측할수있는재해이기때문에 사전준비가 굉장히 중요하게 됩니다. 避難소와 避難경로를 확인해주세요. 집밖에서 할 수 있는 대책은 잠문을 꼭 닫는다는 데 쓰레기 통이나 날아가기 쉬운 물건은 집에 수납합시다. 방제 타임라인은언제누가무엇을할까에주목하고관제행동과그실시주제를4개월로정리한계획입니다. 관제굿즈, 집에서 떨어져 있어도 어느 정도 곤란되지 않도록 준비해야 합니다. 次に住吉区の避難所の説明をします。住吉区には水害時避難ビルがあります。水害時避難ビルとは、水害が発生したときに一時的に避難することができる3階以上の施設やマンションのことです。 毎年のように起こる台風で1000人以上の方が亡くなっています。ですが、水害時避難ビルに行くことで1000人以上亡くなっているのを少しでも減らせます。また、住吉区には水害時避難ビル以外にも160箇所の避難所があります。다음으로스미오시크의비난소설명을하도록하겠습니다. 스미오시크는 스미오시크 비난비기능이 있습니다. 매년 일어나는 태풍으로 1000명 이상의 사람들이 도망가고 있습니다. 그렇지만 스미오시크 비난비기능이 가는 곳으로 1000명 이상이 사망하고 있는 사람들을 조금이라도 줄일 수 있습니다.避難時に洪水が発生したら、動きやすい格好で避難してください。最後に感想を言います。日本に住んでてどのような災害があるか、それによりどのような災害が起こるか分かる私たちとは違い、何も分からない日本に住んでいる海外の人にとって、日本の災害はとても不安になることを防災パンフレットを作って思いました。この防災パンフレットを取ってみてくださった海外の人にも少しでも災害の対策に役立てばいいなと思いました。마지막으로감사말씀드릴게요。이반지팡
네오늘학교와이마스고맙습니다